はい、こんにちは。こんにちは。1年1組、てっちゃん先生です。よろしくお願いします。誰だっけ。お前だ。そんなにいいんですから。なんかさ、はい、まだまだ私もこの YouTube、はい、まだまだ少ないんだけど、はい、でもやっぱ応援してくださってる方、うん、なんかお前も出てるの、なんか、ね、なんか面白いとか、なんか伸びてるらしいじゃん。ね、阪神がついに、すごいね、一気に来たね、もうね。っていうか、阪神が私強いというより、5球団が弱すぎる。だらしなさすぎる。阪神ファンに怒られる。いや、阪神ファンには申し訳ないですけど、俺は強いと思います。俺はで、キーマンは私は1、2番の近本選手と中野選手で、投手力が去年と比べて、去年いなかった村上投手で、ソフトバンクから現役ドラフトに来た大竹投手が、この2人でもう20勝以上やってるんです。やっぱその2人がかなり、うん、やっぱりピッチャーを中心とした今年の強さっていうのは、打線がやっぱり固定されてるっていう部分と、うまくやっぱりキャッチャーを、坂本選手っていう選手も育ってきましたし、だよね、梅野とうまくベテランと若手のキャッチャーが、やっぱ強いチームって、キャッチャーが決まった、ヤクルトが連覇した時なんかでも、中村悠平っていうキャッチャーが、テストピッチャーを引っ張って。一応っつったらあれだけどさ、 OB だからな、日本ハムの途中おーっと思った時もあったけど、結果的には今時点で最下位なんでしょ。今日本ハム大変なことになってるんですよ。え、何？誹謗中傷。まず監督、そうなの？これどうしてもその津波、監督のところばっかこう言ってるけど、いや実は日本ハムめちゃくちゃ叩かれて、伊藤大海っていうピッチャーがすごく打ち込まれた時に、あったな、なんか絶対、うん、SNS に誹謗中傷で新庄監督怒っちゃったんですよね。ひどいよこれは。と、あ、伊藤に対して、いや、あ、違う違う、だから伊藤に対して、そうですね、誹謗中批判が俺ひどいなって、で超嫌なんですけど、松本っていう選手が嫌なんですよ。取材者取った、そうですね、日本ハム嫌者の、そうです、日本ハム勝ってヒルインタビュー来た時に、やめてくださいと。で、僕にも打てないとき、かなりそういうの来ると、それを誹謗中傷じゃなくて、激励に変えてくださいっていう、涙ぐんでのヒーローインタビューだったっていう、なんかもう、何をやってんのかっていう。いやいや、俺、初めてそれね、今、聞いたけど、もうさ、時代だからっていう言葉でもう流したくないな、もう申し訳ないけど、もうくだらないな。俺はあんまり分かんない、その SN だとか、そういうのあんまりちょっと、だからこういうものってさ、すごく便利なところもあるだろうし、でも本当になんかくだらないなぁけども、なんかどっちもどっちだな。それとさ、俺もこうやって YouTube やってるけどさ、なんか今TikTokだとか、なんかそんなのもさ、すごいじゃないですか、各球団の個人的に選手、あ、まあやってますね、あんなのも許せちゃうわけ今。俺さ、個人的に見たことあって、ジャイアンツのなんか足の速いしげのぶ、なんか彼車もなんだかいろいろな、こんなに TikTok だとか何やってんの野球選手だって俺思うんだよな。こんなの球団も許しちゃうんだ。いや、もう時代は時代、その話どっちがいい悪いじゃなくしてさ、だってプロ野球の選手たちもそういうの出してるわけでしょ、うん、だからファンがすごく昔と違って、今ファンとすごいなんか近いような、まあ近いっていうか、まあ選手みたいが変身する選手も、あ、ヒーローインタビューで、そう、選手が、松本選手が涙ながらに、もうね、あれだよ、もう今のね、現役の選手も、もうヒーローインタビュー、パンチ佐藤のヒーローインタビュー、見てみろ、あれ、面白いから、今日は下痢するまで飲みますとかさ、あのオリックスの時に、2万人も入ってない球場で、今日は12万何千人のとかね、ほら、よっぽどね、面白いわ、ね、ヒーローインタビューで、これは、ね、例えば、これが優勝
あ、それしてたらこんなことないんですよ。絶対ないよ。まあ確かに共通するのは中日も日本ハムも抑えたいっていう。うん、そういうこと。でやっぱりその監督の責任だろうっていうところで誹謗中傷が出て、やっぱりそういうことのパワー高いお金を出して、プロはやっぱ勝たなきゃいけないんだよ。プロというよりタイガーマスクの虎の穴にいるような感じですよ。